東京って厳しいところだよ、はい、地方から東京に来るの本当に大変です、はい、最終的には自分で頑張っていかないと、はい、ここでは生き残っていけません、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。男は現金獲得の夜、改めて妻に決意を伝えた。まあ、東京進出することに決まって、うんうん、まあ、あっちに、まあ、行くようになるんですけど、まあ、いろいろ今度一人でスタッフの面倒とか、まあ、クララもちろんとか全部なんていうの任せるようになるけど、大丈夫かなって。とりあえずあっち成功させればさ、帰ってこれからさ、うん、それまで頑張ってやってもらいたいなと思って、うん、大丈夫？大丈夫。地元福島で行列を巻き起こすフランスロール。男はさらに東京にも店を出したいとの目論みだった。男が東京進出したらこの味は、店の経営はどうなる。なんと地元福島での営業は全て妻に託すという。作り方のいろはを教え込む。これ気泡っていう感じで、こうこのやっぱ硬さが結構クレープとロールの違い。これも本当もうロールにとってはもう命みたいなもんだからね、しっかりやってもらわないと。さらに男は従業員にも東京進出を伝える。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、この東京ロマンドクレープを東京に進出させるんですよ、はい、いつぐらいからですか？12月24オープン目指してるんですよ。24、はい、時間ないですね、はいはい、ぜひ私も、ね、はい、協力しますので、はい、よろしくお願いします。オープンまでわずか1ヶ月しかない。男は営業場所を見つけるためすぐに上京した。人が多いね。男が目星をつけた場所は若者でにぎわう代官山。だから駅の、まあ、周辺から狙っていきたいんですよね、はい、なるだけ、はい、でこっちがまあこっちの下がメインのキャッスルストリートとかだと思うんですけど、はいはい、まだいまいちちょっと分かんない。福島から上京して間もないその男を衝撃の事実が襲う。それは一本の電話から始まった。もしもし、長谷部です。はい、うん、同じクレープ屋？車が全く同じなの？うちと。やばいね。似たようなクレープの店を見かけたという。その現場へ急ぐと、どうなる？商売敵に直面。敵のクレープを買ってみたところ、ちょっと同じスタイルだ。スタイル。それで車も一緒。一緒。色も一緒。うん。外装はみんな真似もできるし、うん、それは。そうだね。車は真似できるけど、味はうちの味は真似できないもんね。だからよっぽど作りも気合い入れて焼かないと全然ダメだよね、多分ね。そう。一方、福島の店を任された妻は夫のフランスロールの味を守れるか不安でならなかった。大丈夫かな。夫に命と同じだと言われたフランスロールの生地だが、硬いねこれ、うん、今まで旦那が作ってきたもの、同じものを作ってお客さんに食べてもらいたいし、責任重大。夫の夢の砦を守りたい、そして夢を共有したい妻の姿がそこにあった。オープンまで残り3週間、まだ車を置かせてもらう場所が見つからない。福島から来た長谷部と申します。福島、はいはいはい、フランスの車でフランスのお菓子を売ってるんですよ、で福島で5店舗ぐらいやってるんですけど、この度東京に進出したいと思いまして、今場所探しをしてるんですよ。この中には入れないんですよ。あ、そうなんですか。車は。あ、そうなんですか。
ですからこれはちょっと難しいですね。あ、そうですか。まさに東京砂漠、男はさまよう。福島から来ました長谷部と申しますけども。 なんでしょうか。こういうクレープの移動をやってるんですけど、場所を…あ、うちはないです。ないですか。これ目通してもらうこともできないですか。はい、すいません。それが東京、福島とは訳が違う。あ、つれえな、参った。でも最初はこんなもんでずっとやってきたことの繰り返しなんで、その辺は結構慣れてるっちゃ慣れてますね。当たって砕けろは。場所探しと同時に男にはもう一つやるべきことがある。虎の前で強く言い切ったあの約束。今3台車をお持ちで福島でやってみえるわけでしょ、はい、例えばその中の1台を東京にそのまま持ってきて、はい、一度チャレンジしてみるっていう気にはならないんですか。まあ、800万で全部丸々ではないんで、そっちで稼いだお金も使ってプラスして今後東京進出したいんですよ、うん、それは分かるんですけど、はい、でもなんで3台は残しておきたいんですよ、うん、福島で営業している店の売り上げは男の家族の生活費になっている。男は新しい車を買って東京進出を図ろうと思っていた。しかし違う、ない。いや、作業できる車はあるんですけど、いや、うちのイメージに合う車はないですね、今日。オープンまで日にちがない。車よりも営業場所を探さなければならない。男が下した決断は、この車を東京に持ってって、はい、違う車、短い車ここに持ってくるから。あ、うん、そうようやく前進しつつある東京進出。早く営業の許可をと思い保健所へと足を運んだ。福島での実績から言って営業許可など簡単に降りるであろうと高をくくっていた。しかし許可は降りなかった。あることが原因で、その問題点をクリアするために再び福島に戻る。車の内装業者に問題点を伝える。東京進出するに東京の保健所でちょっと許可取んなくちゃなんないんですけども、長市が福島では1個でよかったんですけど、あっちは2つ欲しいんですって。マジで？あ、いや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 、じゃあね、値段も結構かかるよ。こうなの、俺働きますから、うん、なんとかなんないですかね。流しを2つに増やす予定外の出費だった。番組で掴んだ800万円はギリギリの見積もりであって、余計な出費は許されない。男は自ら流しの改造を手伝い、夜を徹して働き続けた。しかし金はどんどん減っていく。男は金のやりくりと戦った。この日の出費は大きい。こうやって全塗とかってどのくらいかかるんですかね。これはこれ看板かなんかいるの。はい、東京を今度出すんで看板カーにしちゃって、材料を配達するための車ですね。福島からの食材の運搬および店の広告も載せたいという巨大トラック、購入費用は実に146万円。確かにそのトラックは動く宣伝カーとして活躍しそうだ。しかし金は減っていく。さらに出費は続く。制服でも あの仕事やりたいなっていうような、オリジナルの服を作りたいねっていう話をしたんですけど、東京進出にあたり店のイメージ作りとして新しいコックコートをオーダーメイドで作る。これが後に自分の武器になると男は信じていた。しかし予算もなく知り合いにオーダーする。まあ、その加工のあれだけだとこっちにするから2万円ちょっと出るかもしれない。相当なってしまうんじゃん。15枚って言ったらいくらだよ。30万円。
30万。ダメだ、こんなの。ダメだよ、だってしょうがない。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。だってそんな作業服だもん。よし、分かった。ちょっと今あんた20万言うとか20万なんとかあれするようにちょっとするから。そして期限がもうあと2週間ぐらいしかないですよね。分かった。20日だろ。20日だと言ってて大丈夫ですかね。そんなね、職人っていうのはね、はい、でも大工でも何でもそうだけどね、やるやったら3日ぐらいでやるんだよ。了解。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。もう電話します。はい、お願いします。さらに新しいロゴや包装紙のデザインなどイメージを大切にする男にはこだわりがあった。なるほどなるほど。ここで現時点での残金を整理してみる。マネーの虎から掴んだのは現金800万円。それが今いくらになっているか。うわ、すでに780万。移動が結構、そのお金だけでも相当な金額出てるんで、一番重要なところはやっぱ営業場所の確保に使うお金の金額がまだ出ないんで、それ何百万かもしれないんで、それはちょっと怖いと思うんですね。まだ具体的に決まってないんで。金に困った男が向かったのは車の内装業者の元。こんばんは、お疲れ様です。こんなもんで。それで、うん、ちょっと予算がちょっといろんな他の方なんですけど、もういろいろオーバーしてしまって、とりあえず消費税だけでもなんとかなんないですかね。サービスしてもらいたいんですけど、なんとかなんないですか、社長。いやいや、いろいろ手伝ってもらったりしてからいいんで。だから手伝いますから、あ、結局370万。ジャストで、ジャストで大丈夫ですか。 OK です。すいません。金のやりくり、そしてもう一つ男を苦しめていることがあった。お前ね、自分の味を否定した南原社長を納得させずして回転はないと考えていた。つまり新作作りである。しかし新作はできないまま再び営業場所探しで上京する。福島東京間の移動費もバカにならない。もう簡単に福島へは帰れない。福島の店を任された妻は生活費を稼ぐために、そしてフランスロールというブランドを汚さないよう毎日夫の味を守り続けていた。自分を支えてくれる妻のためにも失敗は許されない。はい、ありがとうございます。男は営業場所探しに専念するため部屋を借りる。高いな。高いね。高いよ。18万とか言ってるし。違うの？まだ出たばっかりなので、はい、あのクリーニングこれからです。全然流しも広いし。そうですね。おお、9000円です。全然いいよこれ。しかし場所は東京の外れ。住む場所一つを取っても東京は福島より格段に高い。さらに金が減っていく。金が足りない。オープンまでの時間もない。営業場所すら決まっていない。男は実際に開店できるのか危機を感じていた。ここ拠点にして、ね、オープンまであと11日。男は営業場所を探すためにあるアイデアを考えていた。それは、すいませんでした、わざわざすいません、ありがとうございます。助かりました。すいません。どうも。自分をデザートの職人だと分からせなければ話すら聞いてもらえない。男はコックコートを着て営業場所を探す策を取ろうとしていた。すげえ着やすい。普通のコックコートより着やすい。うん、大きさもいいし。すいませんでした。なんかわざわざありがとうございます。でも頑張るよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。福島の星だ、日本の星だ。ありがとうございます。頑張りますんで、わざわざ届けてもらったらありがとうございます。これで今日もバス取りますよ。もうここまでみんなにやってもらって。福島で自分を支えてくれている人たちを裏切るわけにはいかない。
男はこの後恥も外聞も捨てた大胆な行動に出る。お願いします、話しかけてみてください。お願いします。男は東京進出の危機に直面し捨て身の行動に出る。お願いします、話しかけてみてください。どうだったんですか。いや、もんでもない。しかし男は諦めず次の場所でも。お願いします、お願いします。全く取り合ってもらえなかった。はあ、だって話もしてもらえないってそれはひどいっしょ。いくらなんでもそんなに冷たいのかい東京。代官山は本当にもう全滅だな。バイだな。営業場所が見つからない。その状況を男は投資してくれた一人の虎に伝えに行く。それはレストランプロデュースに長ける虎、尾崎だった。まだ場所の方がなかなか難しくて今も午前中も探して。でも今日13日、はい、あと10日、はい、まずいよね。はい、そうです、うん、例えば一般家庭の駐車場とかも狙ってるんですよ、うん、いやそれよりは、はい、そのフランスロールが来て、はい、渡航する人たちの方がいいんじゃないの、はい、何か商売をしている店頭とか、はい、うん、でもブツブツ言ってもしょうがないから探すしかないよね。そうですね、うん、10日間でね、はい、頑張ります。諦めるわけにはいかなかった。男には成功を信じて地元の福島で店を守る妻がいる。心配な部分はあるけど絶対なんとかする、大丈夫。営業場所こそ見つかってないが車は完成に近づきつつあった。周りの人すべてが男を信じていた。成功してもらいたいから俺も頑張ってるみたいなもんだからね、はい、うん、いや、クレープ食えばそう思うんじゃないですか。うん、オープンまで残りあと5日。その日男の目にある物件が飛び込んでくる。はい、あ、はいはい、あ、なるほどね、今風、あ、なるほどね、なるほどね、これいけんじゃん。いいよね、最高だよね。最高の場所を見つけた。そこは人通りも多く車を置くスペースも十分にある。東京のこの場所に城を構えたい、そう思った男は最後の賭けに出た。お願いするにあたって、はい、実際クレープ持って、はい、食べてもらおうと思って朝作ってきたんですよ。男は一度福島に戻り自分の最大の武器であるフランスロールをわざわざ持ってきたのだった。これがあればいけるかもしれない。しかし重要な時に従業員の姿がない。男との待ち合わせに遅刻していた。連絡だけもらえればこっちもなんとかできるわけでしょう。そうやって雨だって今日は朝から作って持ってるわけでしょ、でかい荷物一人で運ばんに来てなんとか何回もやって運んできてるわけで、連絡くれ、うん、ダメだ、そこら辺はちゃんとやんねえと、うん、普通の時はどうでもいいけどやっぱ決めとき決めねえと、仕事なんだからさ、それだけ気をつけてもらえば、うん。男の従業員への怒りはこの場所の交渉に対する
真剣さの表れでもあった。オープンまで残り3日、今日この場所の交渉に失敗するともう後がない。開店が延期となってしまう。果たして男はフランスロールを持ち込み営業場所を確保することができるのか。よろしくお願いします、はい。男の運命が決まる。はい、どうもピグモンです。はじめまして。僕自身現在無料ブログを使うだけで安定して25万円近くを、ずっと稼ぎ続けることができています。詳細はですね、この動画の下に貼ってあるリンクから、メルマガに登録できますので、ぜひそこで無料でブログを使うだけで、お金を得る方法を学んでいただきたいと思います。翌月に3万円をゲットしたりですとか、難しい作業も一切ありません。そして、稼いでる証拠の動画もたくさん撮ってありますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは失礼しました。